まずは簡単なものから。フライドポテトを作って。簡単よ。わかったわ。ちょうど料理できるようになりたかったんだよね。みんなが皮を剥いてる間に僕はオリーブオイルを用意するよ。多ければ多いほどいいと思う。あと少しで沸騰するから切ってあるポテトを油に入れよう。ちょっと待ちなさい。あ、熱いよ。油が跳ねてる。何してるのよ。油は危ないのよ。ゆっくりゆっくり入れないとうまくいかないでしょう。ほら、フライドポテトの出来上がり。あとはソースを足すだけね。そんなのフライドポテトじゃないでしょ。私は本物のポテトを作ったわ。でもまだまだこれから。見てなさいよ。ベーコンとソースと最後にローズマリン。すっごくいい匂いね。ビンゴ。そうだ、まだ諦めちゃいけない。海のポテトを作ればいいんだよ。ストロベリーシロップも用意したらすっごく美味しくなるって聞いたことがある。すごい。このポテトから食べてみるね。あ、おばあちゃん、美味しいよ。ローズマリン嫌い。悪いけど気に入らなかったわ。グミポテトはいいアイディアだと思う。お兄ちゃんすごいね。優勝者はおばあちゃん。やったわ。今度はお寿司を作って。お願い。やってやるぞ。最高なレシピで作るわよ。寿司？田舎者は寿司が何なのか知らないのね。何ですって？一番おいしい寿司を作ってみせるわよ。普通の寿司じゃつまらないね。いろんなお菓子を使って寿司を作っちゃおう。中には生クリームを入れるよ。目玉グミも使えるね。あとはハリボー。いいね。そしてもちろんチョコシロップ。すごいじゃない。私ももうすぐ作り終わるわ。シェフの手順を真似すれば完璧よ。結構簡単ね。簡単ですって？すっごくまずい寿司が出来上がるんでしょうね。ソースじゃないの。これって何？アボカド？綺麗に巻くのが大切なの。おばあさんにはできないでしょうね。じゃーん。あと少しで完璧な寿司の出来上がりよ。あら、寿司ってこんなに不気味なのね。今度はサーモンの出番ね。サーモンはたっぷり使うのが大切なの。お醤油も忘れずにね。お魚ですって？わかったわ。完成よ。美味しくできたかな。あら、シェフの寿司の方が素敵ね。ビンゴ。でもいいこと考えた。きゅうり巻きを作っちゃうわ。健康にいいし美味しいわよ。まずいと思うわ。なんですって？きゅうりはすっごく美味しいわよ。お米も多めに入れないとね。美味しくなさそう。まだまだこれからよ。ほら見て、素敵でしょ。何これ？きゅうりとお米？
こんなの見たことない、こんなの食べない。甘い寿司は喜んで食べるよ。ふれー、美味しい。でもお腹いっぱいになれないわ。残り一品ね。わあ、本当の寿司だ。今回はシェフの勝ちよ。最初から分かってたわ。ワッフルは誰でも作れるよね。まずは生地から始めるんだよね。簡単にできると思う。まずは砂糖を入れよう。そして混ぜ混ぜ。いいね。次は小麦粉。あ、鼻に入っちゃった。あら大変。大丈夫さ、続けるよ。あ、全部入れちゃった。でも美味しいワッフルが作れるはず。できた生地をワッフルメーカーに流すよ。妹のために最高なワッフルを作ってやる。生地は美味しくできたわ。卵の殻も入らなかったし、美味しいワッフルになるといいな。二人はお砂糖を使ったけど、砂糖は体に悪いのよ。私は代わりにズッキーニを使って生地を作るわ。見てなさいよ、できた。あとは卵と小麦粉を入れるだけ。混ぜるわよ。ハーブも入れるの。まずそう。健康にいいのよ。ワッフルメーカーに流すわ。ワッフルが焦げないようにしないと。ああいいね。あ、焦げちゃった。熱いよ。でも大丈夫。生クリームとベリーとチョコソースで焦げた部分を隠しちゃうよ。ほらいい感じ。ワッフルといえばメープルシロップよね。バターも乗せるわよ。美味しそう。私のヘルシーワッフルはハーブで飾るわ。Hello! 食べたいな。お兄ちゃんの焦げてる。こんなの食べないわよ。これ何？ズッキーニと草？野菜大嫌い。あ、おばあちゃん、すごく美味しいよ。今回の優勝者はおばあちゃん。頑張った甲斐があったわ。美味しいコーヒーが飲みたいな。OK。わかったわ。あ、いいこと考えた。熱いコーヒーだとつまらないからフラペチーノを作っちゃおう。行くぞ。とりあえず氷をたくさん用意しないとだね。そして美味しいチョコシロップも絶対に必要。コーヒーはスターバックスのを用意してるんだよ。トゥイックスのシェイクも合うと思う。牛乳の代わりに使ってみるよ。私はインスタントコーヒーを作るわ。孫の好みならよく知ってるもの。
じゃーん。あとは生クリームとお菓子だね。Let's go! 行くぞ。オレオを粉々にしよう。チョコバーもいいね。ストローももちろん忘れないようにしないと。今度は私の番ね。コーヒー豆から本当のコーヒーを作るわよ。これぐらいで大丈夫。さあサイズを小さくするわ。見習いなさいよ。そしてやっとお湯を入れるの。コーヒーってそうやって作るの？いい感じね。カップに入れるわよ。ミルクだって自分で混ぜる。飾り付けだって忘れないようにしないと。このコーヒーから飲む。おばあちゃん、いつものコーヒーだよね。正直に言うと好きじゃないの。こっちの方が美味しそう。美味しいけど苦いな。残りは一杯。あー、すごく美味しい。優勝者はお兄ちゃん。やった。クッキーから作って。そんなの簡単ね。わかったわよ。うまくいくかわからないけど。何これ、何に使うの？これなら使える。生地が何をしたっていうのよ。やり方を見てなさい。こうやって伸ばすのよ。そして丸く切り取ってオーブンの中に入れるの。これでクッキーができるのよ。うまくいかない。あ、そうよ。クッキーって丸いから生地を切ればいいだけだと思う。あとはスキットレズ。私も食べたいな。あら、すごいじゃない。私のクッキーはどうかしら。あら、完璧。あら、そう、私のクッキーは本当に完璧なのよ。プロが作ったってすぐにわかるでしょ。すごいお家。あ、そういえばスキットルズは私も使うわ。最後はシュガーパウダー。これでお家が雪で覆われてるみたいになったでしょ。信じられないわ。あ、火事になっちゃったみたい。早くクッキーを出さないと。まだ助かるかも。あー、もうどうしようもできないみたい。これクッキー？こんなの食べられないと思う。こっちはどうかな。あ、クッキーのお家だ。綺麗、そして美味しい。ほっぺが落ちちゃいそう。このお家の勝ち。やっぱりね、私はプロだもの。ハンバーガー食べたい。早く。バーガーなら私でもできるわ。あ、やっぱりこれってひき肉。あ、そうよ。代わりにチョコペーストを使うわ。いい感じになりそう。綺麗。他の二人はどんな感じかな。すっごくいい匂いね。でも焼かないといけないのよ。そうすれば完璧ね。おばあさんは何も知らないみたいね。ハンバーガーなんかパパッと作れちゃうの。すごいじゃない。でもハンバーガーで一番大切なのはジューシーなハンバーグよ。ひき肉をもらうわね。あとはハンバーグを焼くだけ。あら、何をするつもりなの？
落ち着いて。大丈夫よ。マシュマロを焼いてハンバーガーをグレードアップさせることにしただけ。今度はグミの番。バンズで挟んで上から押すのよ。こんな感じ。どう？どうせ一番おいしいのは私のハンバーガーよ。ほら見て、ベーコンも入れるわ。肉は多ければ多いほどいいわよね。ソースと野菜とチーズを入れれば完成。何層にもすれば美味しいハンバーガーになるのよ。あ、美味しそう。私が勝つわ。私は負けないわよ。慎重に具材を重ねてソースをたっぷりかけるの。もっともっとかけるわ。ほら、素敵でしょ。あと少し。なんだか気分が悪くなったわ。大丈夫よ。見て、私のハンバーガー、すごいでしょ。あ、すごい大きさ。早く食べてみたい。すっごくジューシー。今度はこのバーガー。あ、崩れちゃった。もう一個あるからいいか。美味しそう。食べてみるわ。あ、グミだ。そしてヌテラ。すごい。でも勝ったのはシェフのバーガーだよ。おめでとう。そんな、ずるいじゃないの。今度はナゲットが食べたいな。簡単よ。おばあちゃん、起きて。ジェニファーがナゲット食べたいんだって。わかったわ。まずはフライパンに油を入れるの。あ、油ちょうだい。ありがとう。なんで出てこないの？振ればいいのかな。ほら。あ、大変。何してるのよ。大切なのは美味しさよ。美味しく作るには愛が必要なの。衣を作るわ。そのためには卵の中にチキンを入れて、その後はクルトンにつけるの。いい感じね。これで揚げられるわ。いい匂い。シェフさん、食べてみたくない？いやよ。私だってやることがあるの。私のナゲットは最高になるのよ。ほら、黄金みたいでしょ。アレンジだって大切よ。魅力的じゃないと。あ、いいこと考えた。一から作るのはめんどくさいから、もうあるものを使って作るわ。チーズとチートスが使えると思う。よく叩いて粉々にしないと。気をつけて。大変なことになっちゃうわよ。うまくいったと思う。どうかな。やった。チートスをかけてフライパン行きね。すっごく美味しそう。妹にあげたくないぐらいよ。ケチャップを忘れるところだったわ。これで完璧。あー、すごい。金のナゲットなの？味は普通。次のも食べてみるわ。あ、こっちの方が美味しい。これは何かな？赤い。あ、チーズだ。勝ったのはこのチキン。やった！